Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
応このテスト今から裏の皮いってきます。バジルの8号のフェザーペラ、ちょっとポーチドッグと、ブルーコーチ持っていきます。唯一の収納スペース唯一の工具入れですけど、ちょっとぴったりと。さっき切ろうと思ってたんだけど、後で言われるかなと思ったから人はいらないんで。今度ガンディリスティックの 5.2 のベージュ渋い系の方いきます。ブルーコーチクリアのこれ試していきます。俺が好きなやつこれ。そうですね、クリアブルーコーチ最初のスズンのファーストスズンであったからですよね。すごい綺麗です。フロックオリジナルなんです。でどんな時でもこの P ラインは使う前に一旦ある程度水に濡らしとくと、これであのライントラブル少なくなるんで。もう一回じゃあ。強度が心配される方いると思うんですけど、ぶつけてもう一回いきます。ちょうど今ぶつけてみました。でこちらがあのステンレスのバネ材使ってるので、バネなんですごいですよ。この薄いんですけどビヨーンって。でステンレスのバネ材使ってるんで、グイーって思いっきり曲げても戻ります。今ぐらいのあのぶつけたぐらいじゃ全然びくともしないと。でもめっちゃ軽いと。ただまあ通常のやつよりはそのどうしても強度落ちるんで、使い方であと使う場所で決めていただければと思うんで。このレスポンス、このレスポンス、これ大事なんですよね。本当にもう今1センチも開かないぐらいでも、これだけのほら上を見ていただくと、指の方とこれだけレスポンスがいい。だからもう本当すめっちゃデッドスローでもいいですし、しかも今度一番すごいのはこれ、速くてもファーストでもスローでもデッドスローでもいける。これがフェザーペラです。0.3 ミリのバネ材フェザーです。よし。